あゆたろうチャンネルをご覧いただき、誠に誠に、ありがとうご、はい、今日の企画は、白目肉くんのネタがやりたい、僕も。白目肉くんのネタがやりたい。ってことでですね、今日は、あゆたろうのばあちゃんを、ドッキリにはめたいと思いまーす。今日はこの間ね、はじめしゃちょーさんのドッキリに一緒に出させてもらった時に、はじめしゃちょーさんのね、あの動画見ている方は知ってると思うんですけど、こういうビリビリペンっていうのをドッキリをしたんですよ、はじめしゃちょーさんの動画で。でこれもらったんで、そのまんまこのビリビリペンをですね、うちのばあちゃんに仕掛けてどんな反応するのかを見ていきたいと思います。僕ん家の電話って2つあるんですけど、いつもペンが置いてある場所があるんです。そのペンが置いてある場所にこのビリビリペンと普通のペンを入れ替えてそこに置いといて、で僕が外に出て家に電話してばあちゃんになんかこうメモらせて、ばあちゃんがこのペンを持ってメモした時にこうメモしようと押した時にバーってなるというドッキリですね。ってことで早速やっていきましょう。行くぜ！ちょっと車行ってくんね。ばあちゃん。はい。ちょっと外行ってくるよ。うん、車車。何 Wi-Fi って、うん、玄関ある、うん、玄関、電話の下、うん、メモ用紙あるよ、うん、うん、ちょっと待ってね、あれこれは、あれはないじゃん、ちょっと書くものがないじゃん、はい、いいよ512。これ何？これ書いてどうするの？あ、そう、分かった。これは何だ？ビリビリ来なかったの？なんでビリビリ？あれ？なんで？おばあちゃん。なんだなんだ、なんで俺かったよ、何をかけなかったよ、だってなんだ、ばあちゃんがびっくりするとこカメラに撮ろうと思って、あ、そうなの、なんで俺かったよ、なんだカメラ置いといたのになんだ、そうか、え、来なかった、何も来なかった、来なかったよ、押したうん、押したよ、かけないから他の持ってきたんだ、ビリッと来なかったの来なかった、嘘本当来なかったよそこ押したけど全然使えないんだもん、これビリッと来なかった、来なかった嘘だよ本当に来なかったよ嘘、はい、行って来るじゃん、え、来ないよ、カチャってるね、カチャってカチャって来ない。